TDK からお詫びとお願いです。ご覧の TDK 加湿器を探しています。火災事故に至る恐れがあります。お心当たりのある方は、こちらのフリーダイヤルまでご連絡をお願い申し上げます。TDK からお詫びとお願いです。ご覧の TDK 加湿器を探しています。火災事故に至る恐れがあります。お心当たりのある方は、こちらのフリーダイヤルまでご連絡をお願い申し上げます。 先月8日に起きた長崎市のグループホーム火災は、東京の電子部品メーカー TDK が製造した加湿器が出荷原因とみられています。このため、TDK では同じ型の加湿器に加え、同様の欠陥を抱える加湿器合わせて4機種をリコールしていますが、回収は進んでおらず、現在およそ1万5千台が未回収だということです。経済産業省では、 消費者に重大な危害を及ぼす恐れが高いとしてきのう TDK に対し法律に基づく危害防止命令を出し加湿器の回収と消費者への注意喚起を徹底するよう命じました危害防止命令が出されるのは一酸化炭素中毒で死者を出したナショナルの石油温風機パロマの湯沸かし機に続き3例目で経産省では今後 TDK に対し 回収状況などを毎月報告させることにしています。